バートンアイランドはアメリカ沿岸警備隊の砕氷艦、ウィンド級砕氷艦の6番艦。元はアメリカ海軍籍にあった。バートンアイランドは1946年4月30日に浸水し AG-88 として1946年12月28日に収益した。艦名はデラウェア海岸の近くに位置する島にちなんで命名された。 1947年1月17日、バートンアイランドは物資を搭載し、第68任務部隊の一部として、アメリカ合衆国の大規模南極観測計画、ハイジャンプ作戦に参加し、サンディエゴからロス海に向けて出港した。主にロス海周辺で観測に従事している。南極大陸から帰還すると、1947年7月25日に、 アラスカのバロー岬遠征に向けて出航する。1948年4月から1956年12月まで、バートンアイランドは、オペレーションウィンドミルを含む19回の北極、アラスカ州への巡航に参加した。巡航中の任務には、物資補給、ヘリコプターによる流氷の観測、科学的調査、水中爆破調査及び船団護衛などが含まれた。 1949年3月にバートンアイランドは AGB-1 に監首変更される。1958年には南極で氷海に閉じ込められた日本の初代南極観測船僧野を救出している。1966年12月15日に海軍は保有する再氷管をすべて沿岸警備隊に移管する。バートンアイランドはワグブ八十三に 看板号が変更となり、カリフォルニア州、ロングビーチに配備され、再標任務に使用された。1967年から1978年まで、バートンアイランドは、南極での8度のオペレーションディープフリーズに参加する。作戦において、バートンアイランドは、補給艦艇向けの航路警戒を主な任務とした。加えてアラスカ及び極地点での科学調査。 研究用の基地としての任務に従事した。バートンアイランドは1967年10月から1968年4月まで、オペレーションディープフリーズ68に参加し、1968年10月から1969年4月まで、オペレーションディープフリーズ69に参加する。1969年11月から1970年4月まで、 オペレーションディープフリーズ70に参加したが、随伴した再評館は、航行不能となった。1970年11月から1971年4月まで、オペレーションディープフリーズ71に参加したが、再び随伴再評館が、航行不能となる。1971年8月から9月にかけて、アラスカ州ノーススロープで海洋調査を行う。 1972年2月から3月には、クックワンで科学調査を行う。1977年中頃から1978年5月9日まで、バートンアイランドはカリフォルニア州アラメダに配備され、再標任務に使用された。1978年5月9日に、バートンアイランドは退役した。1995年11月21日付の、 開示局文書では、1980年8月17日のオークションでカリフォルニア州サンホセのレビンメタルズ株式会社に落札され、1980年10月7日に26万千ドルで売却、1982年4月28日に廃棄されたとされる。ありがとうございます。